どうもヘリさんです。以前ボート釣り中にサメがかかってタモがしめやかに爆散したんですが、しばらく堤防で釣りする時のタモを積んでたんですよ。でもさすがにデカすぎて邪魔になってまして、でアマゾンで見つけたのがこれ、フィッシュラケット。もともと振り回すためのものだから軽くて丈夫、取り回しもしやすいんですよ。タモ深さ 0cm ですけどね、我ながら天才的なチョイスだと思いますので、レビューも兼ねてぜひ皆さんと共有したいなと思いまして。そしてテニスラケット以外にも最近使ったボード釣りの秘密兵器をご紹介しようと思います。なおこの動画は今後動画7本分の拡大版となっております。それではまずモンスターボールから入れてみよう。最初の秘密兵器はモンスターボール。丸型の平場守りをモンスターボールっぽく塗装してみました。釣れるかどうかは別として、使ってて楽しすぎですね。しかし装備品が釣り具じゃなさすぎるんだよな。おーヒット。回収しようとした瞬間食ってきたからそのままかかりましたね。実はこの前の日にモンスターボール平場で釣りしたんですが、ちっせえトラギスしか釣れなかったんで結構喜んでますね。さあともゆだ、油断せずに行こう。タモを近づけた瞬間わかる絶望感、だが問題はない。なぜなら俺は元卓球部。自分でも何やってるか分かんなくなって笑っちまったぜ。まだ43センチ。釣れるルアー釣れないルアー、そんなの人の勝手。本当に強いポケモントレーナーなら好きなポケモンで勝てるように頑張るべき。引き続きモンゴタイラバ、こんなタイラバでもちゃんと釣れるってことが分かったんで自信が持てましたわ。おおヒット。今度は小さそうですね。これぐらい小さければフライパンの上の魚だぜ。見た目通りな、朝飯サイズのキジハタゲット。タイラバはこんな感じで針は2本、ここにアサリとかの餌をつけるって感じなんですが、針を3倍にしてみました。全部にアサリつけて爆盛りアサリタイラバ。これはここがこうして、ああしてこうなってます。ショートのコメントでたまに言われますが、完全に鯉の吸い込み仕掛けですね。はいはいヒット。この仕掛けは餌がたくさんつけられるってメリットだけじゃなくて、針が複数かかって外れにくいっていうメリットもあるんですよ。食いつきさえすれば大抵フッキング決まりますね。大は小を兼ねるとはこのことですわ。さてタモ入れ、これぐらいおとなしくしてくれればこんなもんよ。コース料理を配膳するようなスムーズなタモ入れですわ。イエーイ、赤旗ゲット。針は6本中3本かかってましたね。外すのも大変だわ。おっと失礼、閲覧注意だ。先ほどの6本針タイラバに全部5回つけてみました。5回スカートですね。もともとこれがやりたくて6本針作ったんですよね。これが釣れないわけがないんだよな。釣り中のワイは桜島眺めながらぼーっとしてましたね。まあ油断してたけど針は勝手にかかるんだよな。おー上毛旗ですね。テニスラケットでぶった切ってやんぜ。あらよっと、あんまり暴れない根魚はあげやすいですね。楽勝楽勝、上毛旗くっそうまいからな。しっかり寝かせておっしーき。また別の日のお話。この日はポイントについた瞬間油だらけでしたね。てなわけで餌釣りはやめてルアーを投げてみましょう。こいつもモンスターボールみたいな見た目だから釣れると思います。ゲット。楽しいエキサイティングな釣りってこういうのを言うんでしょうね。元気ですね、本当にもうこっちへ元気だったんですが、この程度で根を上げぬか、ヘビー。いや、だって大丈夫、やばい音鳴ってるよ。ヘビー程なもんだ、気にするな。頼むよ、マジで。で、タモ入れも問題でして、暴言暴るやつ、どやすつやって。まあ、物は試しや。成功法じゃ無理ですね。勝機おた、最終的にシャテマヨカロウなのだ。このようにテニスラケットは応用も効くんですよ。シラカコプロのテニスプレイヤーになる日も近いですね。
というわけで引き続きシーラを狙いましょう。さあ行こうぜピースケ。この子は2月頃にサーフで釣りしてたら拾ったんですよ。こんな目立つ見た目なんですぐ見つけましたね。ピンク色すぎるんでピースケって名前にしました。よしいいぞピースケ。あれヒット手前に走ってくるせいで引かないですね。引かっちゃうけど。あいは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 い。うわ、バレたか。やっぱシーラーバレすぎですね。すぐ針外れる。よし今度こそ。シーラーって割と何でも食ってくるし、ピースケ目立つからこっちが有利。よっしゃい。あーシーラーが勝手をするっしゃ。こいつらの難しいとこってどこ向かって走るかわからんからすぐ針外れちゃうとこですよね。その分めちゃくちゃ楽しいけどね。ロッドから工事現場みたいな音鳴ってるけど本当に大丈夫なんだろうか。シーラは体力ありますね。今度こそ成功法でタモ入れしたいところ。ああ正直どうしようもなかったね。おごりょういいんだよおごりょう。また別の日の話。この日もナブラがいい感じに湧いてますね。てなわけでルアーを投げようと思います。今回はこちらサンサンドアイズメタルマン。こちらはダイソーヌルテとマヨメタマとダイカーメタルマイを融合したものです。アガツオにダイレクトアタックです。ちなみにヘビさん結構 C5 体恐怖症なんでルアーボックスに入れとくだけで3時がピンチですね。しっかしカツオはよく効きますね。このサイズでもちゃんとドラグが出そうなぐらい引っ張ってくれますよ。無理に引っ張るとカツオの口の方が切れちゃうんですよねこの場合。シーラの時に使った技の応用ですね。この後この子を叩きにしましたがアホみたいにうまかったです。今度はこちらオケベイトタイラバ。オケベイトっていうワーム型の餌があるんですよ。これこそ大量につけてタイラバのラバーにすべきですね。やっぱ餌にルアーの動きプラスするってのが最強なんすよ。はいはいヒット。ちなみにロッドはバスロッド、大好のブルーダーってロッドです。もう20年使ってるんですよねこの子。バスロッドのくせに結構やるんすよ。お、こいつちょっと大きいんじゃないですか。まあこれまで数多のテニスの試合で強敵の魚を打ち負かしてきましたからね。もう越前龍馬とか出てこない限り負ける気がしませんよ。はい、龍馬くん両手じゃないとロッド持ってられないのなぜなぜ。勝手にラインが出てくぞ。もしかしてこれテニスじゃない。こんな強烈なスマッシュ受けたことないんですけど。ええ、テニスじゃ負けないけどテニルは反則なんですよ。ああサメが脳裏を泳いできましたね。マジで。あら、越前無料馬くんでしたか。すいませんでした。僕、テニス部退部します。だからこのブリッシュグリップで勘弁してください。大丈夫。ロッドもラインも強いし、復
ガロッポあるから外れることはないはず。この始末。うん、いや、すごいやれや。フィッシュグリップを口にかけようとしましたが、先にグリップのビョンビョンが針に絡まってしまいましたね。あと、かかってたフックも3本飛ばされてました。でもな、負けたことがあるっていうのがいつか大きな財産になるんすよ、きっとね。これなかったぞ、甘うなよ。